はい、今回の動画はですね、まあね、サムネイルと動画を見ていただいたらわかる通り、VHS っていうね、まあ、いわゆるフィルターカメラみたいな感じですね。昔の、映像、昔風な映像が撮れるっていう、そういうアプリなんですけど、まあ、こんな感じでね。これですね。あと、お金がかかるんですけど、まあ、一番ね、お金かからないのは、これとこれね。うん。だけど、今回俺が、紹介するのはこの二つ。まあ、これ両方同じなんだけど、まあ、基本的に使ってるやつはこれね。なんでこれです。お金かけたくないよっていう人はですね、こっち、無料版の方を使ってください。しかしね、こっちの方がね、設定とかいろいろしやすいんで、こんな感じでね。時間とかもね、設定することができるんですけど、無料版はね、こういう時間だったりとか、年代だったりとか、そういうのはね、できません。まあ、そんな感じですね。1988年、もう今から30年以上前ですね。はい、そんな感じです。で、まあ、これをですね、今から、入手していって、で、早速ね、レビューしていきたいと思います。はい、いうわけでですね、入手しました。まあ、一応ね、無料版の方も試してみたんですけど、さっき僕が言ったように、できませんでした。時間とかね、そういうのを設定するのは無理でした。しかし、有料版はね、できます。今回は有料版を開いていきますんで、左下にあるやつをね、開いていきます。そしたらですね、こんな感じに、なるんですよね。まあ、いわゆる結構昔のカメラっていう感じですね。こんな感じで。うん。一応ね、もう事前に、画面録画で収録する前にこれ一応開いて、これ設定してるんですけど、これ2006年ってなってますね。6って書いてあるんですけど、これ2006年の、3月、16日ですね。そういう風になっております。さっきみたいにですね、1998年とかね、そういう感じみたいにしたいんですけど、その仕方がいまいちよくわかんないって感じですね。で、ここの、ズームの、こう T っていうボタンを押したらですね、ズーム。で、そして、ここ W っていうね、文字を押したら、こんな感じ、どんどん下がっていきます。今、この設定はどこでやるかっていうと、ここのね、青いボタンを押します。青いボタンを押しますね。したら、いろいろ設定変えられるんですよ。これ、さっきも言ったように、無料版はできません。無料版はそういうことできないんですけど、完全版はですね、これができます。で、偽の生年月日って言って、今2006年設定しました。いくらでもできるんですけど、これ、どこまで下がるかわかんないです。恐ろしいですね。まあ、一応、1986。86年。そんな感じですね。3月16日。まあ、いわゆる、まあ結構レトロな感じですね。はい。な感じです。結構レトロですね。というわけでですね、実際に、この動画、このビデオで撮れるのかな？うん。撮れるんだよね。うん、ここの赤いボタンを押したら。というわけでですね、一旦画面録画を止めて、実際に、このカメラで撮ってみたいと思います。はい、ですね、今、VHS の、だったっけ、うん、の、カメラにね、切り替えました。こんな感じでね、まあ、すごくね、まあ、懐かしい感じではあるんですけど、まあ、画質がね、すごく悪いですね。まあ、嘘くさいっていう感じではあるんですけど、まあ、なんでね、今回、このビデオカメラを、まあ、今回ね、デビューしたかっていうと、これで、なんか電車の動画とか、そういうの撮れるんじゃないかなって思うんですよね。昔の、今だけど昔の電車とかね、そういうのを、ちょっと昔のそういう鉄道映像とかを再現できるんじゃないかっていうことでですね、一応、今回ね、このような感じでレビューしました。結構、まあ、無料版はね、まあ、そこそこなんですけど、結構ね、無料版はね、まあ、まあまあなんですけど、有料版になってくると、こんな感じでいろんなことが、できるっていう感じなんでね。ああ、大変なことになった。何これ何これ。あ、こうしたらマシになるのか。ああ、なるほどね、なるほど、なるほど。
画面をこういう風に上に上げたら、上に押すように上げたらこんな感じでノイズがいっぱい入るんですけど、こういう感じでね、スマホの画面をね、下に慣れると、下にスライドさせるとこんな感じでノイズがマシになりますね。今気づいたわ。そういう使い勝手もあるんですね。いいですね、結構これは。という VHS。昔ながらのこういうカメラなんでね。もしかしたらこれで、昔ながらの、電車の動画とかね、そういう風味のあるね、レトロな感じの動画が撮れると思うんでね、ぜひぜひ、リンクはですね、この動画の、説明欄の方にね、貼っておきますんで、そちらからですね、Android の方は、Google ストア、そして Apple の、iPhone をお使いの方はですね、Apple ストアに、接続されると思うんで、そちらの方から、入手いただける、ダウンロードしていただければと思います。無料版、有料版、両方ね、リンク貼っておきますんで、両方使いたいなと思う人はですね、両方入手してください。という感じです。というわけでですね、今回の動画はこれで以上です。本日も最後までご視聴ありがとうございました。